今復活して大人気のこちらです。嬉しい。お、シロップ少なめにしてあります。うん、ようやく念願のアイス。前間違えてホット頼んじゃって、モバイルで頼んだら、てか前はホットなかったんですよ、このドリンクに。だからホットないと思って頼んだら、あのホットがあっちゃって、うん、うまい。なんか下にシロップ溜まってるな。うん、ゆきちゃんもやったんだ、安心。うん、やっぱシロップ固まってた。少なめにしたにしても甘くなさすぎないと思ったら、うんうん、こんばんは。美味しいです。ほうじ茶ティーラテを飲んでます。いいんでしょう、どうや。いやもう今ここに口内炎ができててあんま見えないんですけど、正直ちょうどなんかあのストロー抜いちゃったりそうで、飲むときドキドキしちゃう。パクっていったところがあの口内になったら終わるので。ふう、こんばんはに。すごい、たい焼き泳いでる。ちょっと写真撮ったりしたいな。メイクをやや直したいんですけど、よいしょ。ハタゴンも口内炎出ましたね。この時期ってやっぱなりやすいのかな、暑いし、なんかいろいろ体調とか崩しやすいかもしれない。みんなも気をつけてね。今日ミダーのね、ビタミン飲みました。効くかちょっと知らないんですけど。ストローはね、紙ストローなんでね、資源にしたいと思います。しっかり資源になります、これが。お疲れ様でございました。今日ツーショットが行ってた人とかはこれ見れてないのかな、逆に行けなかった人が見れてるのかな、それかもしかしたらまだ会場で並んでるのかな。って感じです。どうなんだな。うん、どうなんですかね、まだ会場にいるのかな。うふふふふって感じなんですけど、皆さんどうです。行けなかった人もいるよね。行きたかったけど、こいつどこいたっけな。あ、あった。と次、名古屋もありますよ。そう、名古屋は月末の方にあります。私ツアーもあるしね、もうちょっとしたら。早い、あっという間。で、そしたらサマステとかも待ってるし、時間ないね。いろんなこう楽しみなことが渋滞してる。
もあるし、佐賀競馬もあるし、そう、九州の方にあんまり行く機会がないので、そう、九州地方っていうんですか、なんていうの、佐賀だったり福岡だったりさ、あっちに行ける機会って本当に限られてるから、めっちゃ嬉しいです、行けるの楽しみすぎる。夏って感じ、この感じ夏ですよね、めっちゃ思います。福岡はどうかな、行ったのはその佐賀行った時に途中で行ったぐらいかな、その行き帰りと。ご飯ぐらいしか食べる時間なかったんですけど、食べたぐらいかも。あんまないな。なんか気候が穏やかなイメージ。気候が穏やかって表現ってんのかな。こんばんは。そう、夏は楽しみがいっぱいですから、皆さん楽しいことしたいですね、ぜひ。確かにコロナ前さ、九州いましたもん、行きましたね、仕事で。何だったっけ、イベントだっけ、あれ何で行ったんでしたっけ。SKE のね、なんかだったんですけど、なんだっけな、タイヤ引いた。 AKB かな、懐かしい気持ちになった今。ボートレースか、懐かしい。よいしょ、一旦この辺のメイクを落としてたのでさっぱりしました。よいしょ、なんか選挙もあったね、遥か昔の記憶ですが。だって選挙知らない子もガンガン今 SK にいますからね。選挙知ってる人は子さんですよ。なんか広島にリリーベで行ったりしたな、私。リリースイベントか、こう、なんかそういう法典とかで広島も行ってたな。ウニホーレンを食べました。結局食べ物か言ってるそうだけど、ウニホーレンです。大好き、ウニホーレン本当に美味しかった。また食べたい、ウニホーレンが食べたいです。今ウニ食べたい、めっちゃウニ食べたいな。
ウニ苦手な人っている？やっぱりどう？私はもうウニ大好きな人間になっちゃったんですけど、昔食べれなかったんですけど、もう一回食べれるようになったら美味しすぎて、うん、そういうとこない人間って、もう一回食べれるようになったらうまーいって。意外とダメなんだ。カニ味噌も美味しいよね。そう、塩水ウニが美味しいのよ。ね、でもみんなが食べれない分のウニを世界中から鎌田さんが回収するから、安心してウニ食べないで生きてってほしい。もう知らないなら知らないままその美味しさを生きてほしいなって思います。知らないならね、知らないままでいいの。美味しさに気づいてないなら気づかない方がいいの。その分食べるから、私が全回収するから。リスを献上してほしい。確かに佐賀行った時に、ね、ご飯食べる時間あればいいな。ほんとか、みんなが思ってるより仕事でどっか行っても何もできないんですよ。でも仕事で行ってるからな、しょうがないんだな。ハリボーで言いつつ白い恋人だった。ハリボー出したつもりだったのに。よいしょ、ゴールデンベアでーす。握手会場でもらってきたやつでーす。ハリボーゴールデンベア、よく CM でやってますね。うん、あ、嬉しい。福留ちゃんとの動画見てよって。ちゃんとミクチャで見ましたか？ミクチャで見れるんですよ。1週間で見れなくなっちゃうんで、明日で見れなくなるんですよ。なんで絶対に明日までに見てください。よろしくね。そう、ミクチャは1週間ですからね、期限。気をつけて。
割れとかで見るんじゃないぞ。ちゃんと公式で見るんだぞ、そういうのは。そういうのきっかけにしてもらったらありがたいですけど、せめてファンの人には公式で見てほしいな。そう、ファンの人にはね。って思っちゃう。今ニコニコ動画さ、めっちゃ懐かしいことになってるらしい。インターネット老人会って言われてた。すっごい懐かしいニコニコの YouTube 見れるんですよ。YouTube とか動画。そう、スペシャル、昨日は東海ラジオさんのラジオで出演させてもらったんですけど、電話でスペシャルウィーク大事ですから、ぜひラジコで聞いてください。まだみんなやってるのすごいよね、幕張。私1部からで3やって、1部休憩して5、6なんですけど、1、2、3の4休憩の5、6。人によるんだね、本当にバラバラで時間。握手会よりブー少ない子とかもいて、こうみんな帰ってくと、ああ帰っちゃったってなる。なんかさ、一日屋内にいるからさ、外の空気吸いたくなるんですよね。そう、だから会場を出たくなっちゃう、脱走したくなっちゃう。会場を出たいってなります、私。そう、なんか一部屋内、二部屋外、三部屋内みたいなやりたい。もう休憩中は立ちっぱなしのこととかが多いんで、まあ握手会とかだとね、座ってたりとか、あと普通に飲み物飲んでたりとか、写真撮ったりとかで、ほんと時間って思いすぎちゃいます。うん、そう、その握手会のレーンとかに私物は基本持ってけないから、そうそうそう、楽屋行ったらね、なんかやりたいことはいっぱいあります。そう、メイク直したりとかも楽屋でやるじゃない。そう、だからみんな楽屋で何してんのってやるけど、メンバーと喋ってたりもするし、メイク直してたり、スタッフさんのなんかと話してたりとか、あとお弁当とかご飯食べたりとか、いろいろですね。
で写真撮ったり、あと着替えたりとか、人によっては衣装着たりとかいろいろしてます。で、嬉しい、ラジオ初めて来ました、だって上手ですねって、嬉しい。うん、そうそうそう、とかなんか仕事のなんかしてたりとか、意外とこうスターさんと打ち合わせしてたりとか、やることは実はいろいろ、なんか何かしらの特典のチェキ作ってたりとか、そう脇でチェキ取ったりとか、あとなんか例えばシングル特典系のサインとか、そこで書いてたりとか、生写真とかはないですけど、例えばだけど、なんだろう、その全員のサインが入ってるポスターとか、ああいうのって書けるとき限られてるから、全員揃ってね、そうだから、ああいう会場にみんながほぼみんないるから、ああいうときって置いといて空き時間に書くみたいな、そうそうそう、 T シャツとかも抽選で当たった人用の今日書いてくださいってあって書いたりとか、空き時間にそういうことしてます。あとなんか前回とか今回のシングルでも確かあった、なんかチェキ風の写真にさ落書きしてある特典みたいなのとかも、あのこういう握手会とかの、あのなんていうの、空き時間に書いてます。 ABEX さんの回収物とかかな、生誕くじはね別、全然別、あれこそみんな多分家とかで書かなきゃ追いつかないから、すごい数出してるんですよ。なんで持ち帰ってる子多いと思います。うん、そうそう、なんかいろいろやることが多いですね。なんかオール周りのことやってるかも、スタッフさんも全員いるから今日みたいな感じで、帰る前にやってくださいみたいな感じで、うん、声かけてくれてます。はい、かな、そうそうそう、だからなんか LINE ミュージックでたくさん聴いてくれた方に当たるなんかしらみたいな、うんうん、そういうのもなんか多分現場で書きましたね。あとなんか場合にもよるんですけど、例えばファンクラブ解放誌のなんかイラストアンケートとか置いてあったりとか、まああったりなかったり、場合毎回そうなわけじゃないですけど、そうそうそう、あと横断幕とかかな、裏に今持ってきてもらう式になったので、横断幕こう裏に持ってきてもらってたら、じゃあその間に写真撮ろうとか、そう、何って会場広いんで、すごいレーン端から端の子とかさ、歩いてるだけでも時間かかるじゃない、そう、意外とその15分とかしか休憩ないとすぐです。うん、ちゃんと書いてるんですよ、本当にメンバーが書いてるからそう、ぜひなんかありがてえって思いながらもらってもらえたらいいです。ありがたいって思いながら、はい、そういうことしてることが多いかな。うん、意外とバタバタしてると思います。私なんか泊まりとかだとまあいいんですけど、こうキャリーバッグとかあって泊まりじゃなかったりする人が帰らなきゃいけないってなったら、その荷造りまとめたりとかいろいろしてますね。うん、あと例えば楽屋にあったこうハリボーとかお菓子、こうビニール袋に順番に詰めてる子とか思います。詰めて、帰りに食べようみたいなことか、カップスープ持って帰って家で食べようみたいなことがいますよ。まあ、今回とかだと、スタッフさんの
ね、人がスタッフの人がコストコ近いらしいんですね、幕張メッセ行ったことないけど、コストコ近いらしくて、そのコストコでビッグサイズのお菓子とかをいろいろ買ってきてくれて、そのなんかお菓子がケータリングコーナーの横になんかすごい大きいポテチみたいなのとか、ありえない数のブラックサンダー入ってるのとか、あとハワイのお土産でよくあるマカダミアクッキー、パイナップルの形のクッキー、チョコチップとパイナップルの入ったあのクッキーとか差し入れで入れてくれてて、そうそう、なんかすごい見たことないポテチとかもありました。そう、大所帯なんでうちそうとかはあったかな。うん、そう、そういう感じ。懐かしい。昔さ、その AKB のさ握手会とかでお正月とか、もうもはや正月みたいな時とか、年末みたいな時、今半、浅草の有名な今半ってお店のすき焼きのお弁当とかありましたね。なんかまゆーさんがめっちゃ喜んでたイメージある、今半だみたいな、うん、とかもあったかな。本当にごちそうってなると、そう、浅草にね有名なお店があるみたいで、そこのすき焼き弁当が全員分って、そうあったりとか、まあ、AKB の本当に派手なコンサートの時、誰かの卒業公演とか、そういう時にあれでした、お寿司屋さん来てることあった。うん、私なんか後輩なんでなかなか行けませんけど、そうそうそう、今半もそうだし、そのお寿司屋さん来てくれて、そう、そんななんか自分で行く時みたいにあれだれだれだれみたいなのはできないんですけど、2種類ぐらいポポって行って、みんなこうすごい速さでお寿司出てくるから、こう並んでも、まあ、順番回ってくるんで、そうみたいな時はあったな。そう、なんかほんと屋台みたいな感じでお寿司屋さんが来てて、そこ並ぶみたいな、ありましたね。何のコンサート、でもほんと大きいコンサートの時だと思います。でもツアーだとね、今度大阪の時とか、例年通りならたこ焼き出張で来てくれるんで楽しみ。そうだし、肉まんとかもね、スタッフさんが買ってきたもの温めて、肉まんの機械あるっぽくて、会場にそこ入れといてくれたりするので、めっちゃ楽しみです。そう、たこ焼きと肉まんと、あとリクロおじさんとかね、そう来てくれるっぽいので楽しみに待ちますたこ焼き本当に美味しいんだ。大阪あったらいいな。で、前は牛タンがあったので、私ずんだおとんかもすんごいいっぱいあったので、仙台も楽しみ。牛タン周りとずんだシェイクとか菊服とかサイダーとか、うん、そういうの含めて楽しみだなって思います。でも北海道行きたかったな。名古屋、名古屋はね、普通にケータリングできしめん置いてあったりとかあります。そう、きしめん、きしめんよくある。うん、あとはなんだろう、名古屋こそ何なんだろう、なんか昔あったのは、その土曜の丑の日めっちゃ近かった日とか、当日とかにその多分もう団体用のどでかひつまぶし着てたことはありました。お弁当と別にみたいな、
とかのケータリングで、あの名古屋コーチンの卵を用意してくれてて、卵かけご飯できたりとか、うん、あったかも。そうそうそう、あったかな。卵かけご飯めっちゃ美味しかったです。うん、だからあんまりなんか地元食ないかもしれない。そのみんな名古屋出身というか住んでるから愛知県にさ、大抵の子は住んでるからさ、あんまりないな。なんか馬屋とかコラボしてた時にその差し入れでこう出してくださったりとか、企業側がねはあったけど、あんまりないかも。うん、そう、なんかあんまりなんていうの、お客として招かれてるかはあんまり名古屋の会場はないですね。うん、あ、そう、今度ね、あの草野仁のゲート J プラスっていう番組に、グリーンチャンネルさんの競馬の番組出していただくんですけど、そこであの観覧募集っていうのがあるので、公開収録なんですよ。観覧募集あるのでよかったらぜひ。うん、そう、観覧募集っていう形なので、お申し込みしていただかないと見れないので、ぜひお申し込みをお願いいたしますって感じです。うん、詳しくはぜひあのリンクをポストしてるんで X に見ていただければと思います。私あんまり、私も観覧募集期行ったことないんですよね。自分も仕事でもそうだし、プライベートでも行ったことがないから、仕事だとさ、ライブとかのねある番組とかならあれですけど、なかなか観覧でその収録ないので、そう、関東ですよ。詳しくは本当リンク見といてください。よろしくお願いします。どんな感じなんだろう。でも昔ね、家族はあのいいともの観覧当たったらしくて、そうそう、行っててテレビ映ってたらしいです。そのビデオっていうのかな、まだ昔見せてもらったことありますね。コロナ禍でね、だいぶ減っちゃったみたいなんで、いやー、気をつけなきゃいけない。ではでは、そろそろ30分ぐらい経ったかな、やめようかな。ありがとうございました。ではでは、またお知らせ周りはあの X にまとまってますので、チェックしておいてください。はい、で太めのみつほちゃんとのあの動画はもう明日で見れなくなっちゃうので、そう、福留みつほ来たぞっていうので、ぜひ見てもらえたら嬉しいです。明日はね、あの桜橋919ありますので、はい、お楽しみにって感じです。じゃあねー、おやすみー。